そこにピンセットでもドライバーでも当てて、はい、かけてあげると、はい、マイナスドライバーでも内容ができる。でこのドライバー同士をこう接触させて、してもあのこれまでのスクリューバッグとかこじ開けのタイプと同じでこうホコリとかを最初に取った方がいいんですか？そう、ジショックの場合はまずねバンド外さなきゃダメなんですよ、はいはい、バンドにかかっちゃってるから裏蓋に。あ、これって大体みんなそうなんですか？のもあるないのもある。汚れ溜まりやすいですよね。そうです、まあ、バンドまでとかもするんですけど、これはちょっと外れないかな。あ、出た、映ってる、もう結構これがバンドがかかった時にもう腐食してるんですね、はい、ちょうどバンドが引っかかってるから、はい、この状態では蓋開けられないんですよ、はいはい、無理してある、まあ、無理すれば取れるんですけど、うん、ブラシ、歯ブラシにしてもいいのかな。歯ブラシ使えるんですよ、歯ブラシね。柔らかいから、つきづらい、うんうん、で、ここを見てもらうと分かるんですけど、プラスドライバーなんで、一応プラスなんですけど、はい、一箇所あ突き抜けてるのがあるでしょ、はい、この場合は、もしプラスドライバーなければこの幅に合ったマイナスドライバーでも代用はできる。多少は大体こういう風になってますけど、のが多いですね、はい、プラスドライバーで外したり、このマイナスでマイナスドライバーで外したりもできると。ただ中には硬いのがあるんで、はい、ちょっとね簡単に取れない場合もあるんで、で無理すると取れちゃうんですよね、ネジが。はい、もし動かないなって思ったら、いやなんかできる対策とかってないんですか？エンジンとかいろいろ使ったりはしますけど、はい、多分そういうのはやらないと分かんないので、うん、実際やってみないと、うんうんうん、で、これで押さえてるんですかね、はい、で、外す方向がもう決まってるんですよ。うん、こうなってますよね、はい、ここが、はい、で こっちの外側にね、こう少し出てるんですよ、出っ張りがあるんですよ。あ、この出っ張りはここにどっちかにあるんですか？そう、必ず、うん、必ずどっちかに多分、うんうんうん、もこの場合はここにこの羽みたいなのが出てるんで、そこにピンセットでもドライバーでも当てて引っ掛けてあげると外れる、はいはい、あー、テコみたいな感じで、はい、押してあげるんですね。こう当ててあげる、はい、そうするとこれが外れるので、電池をこう取り外すことができる。はい、その辺新しいのを入れるときはこういうあの木製とかプラスチック製の、あ、プラスとマイナスを掴むときはね、はいはい、でこれだと多分ここを挟めないと思うんですよ、そうですね、広すぎて。なんで、まあ、こういうのがあれば、はい、一番いいかな、うん、で止めたら電池さえ外した方と逆の方を先にここに引っ掛けてあげて、はい、引っ掛けてあげたらこっちはピンセットで押してあげればパチンと音がすれば引っ掛かる。パチンと押し込んで、はい、はい、で電池を交換して動いてるのを確認したらオールクリアっていうのがどっかにあるんですよ、必ず。オールクリア、はい、この AC ってやつね、こここれ、はい、に書いてあるこの中の金色の見えます、はいはい、ここと電池を接触させるんですよ、一回、でオールクリア、押すんですか？はい、そうすると、ここと電池を PZ の中で接触させるんですよ。あ、なるほど。そうするとオールクリアでゼロ、あ、あの
サンデーの1月1日の12時ドルの秒から始まる、はい、これができてないとオールクリアできてませんよって、はい、でピンセット届かなかったら、うん、あのドライバーでもいいんですけど、ドライバー2本用意して、はい、片方をこう当てて、はい、こうピンセットを接触させればいいんですよ。ドライバーを、まあ、ドライバーあるでしょうから、でこのドライバー同士をこう接触させて、こっち片側電池とドライバーを接触させてあげれば、はい、あのクリアできるんで、じゃ押すってわけじゃなくて触れさせるってことなんですね。わかりました。パッキンがダメになっちゃうから、このパッキンがね、あ綺麗ならいいんですけど、はい、これ無理して引っ張っちゃうと伸びちゃったりするのがあるんで、はい、こっちに入れないといけないんですね。戻すときはこっちに溝が掘られてるんで、はい、そこにパッキンが入るようになってます。ケース側にこう溝があるやつ、溝のあるやつは必ずパッキンがここに入る、はい、ないのもあります、ケースが、はい、そういった場合はこっちに、まあ、裏蓋に、なるほど、こう間違いないように一応圧電素子っていうのがついてるから、はい、ここを接触させないとこうずれちゃったりすると当たんないと音が出なくなっちゃうんで、あここから音が出てるんで、はい、こう、まあ、この文字がありますよね、文字と同じ方向につければ大丈夫です、うんうんうん、まあ、これは一個一個を全部対角線で軽く入れちゃった方がいい。ここでもう止めちゃわないとずれちゃったりするので、あ、じゃあ対角線にもギュッと止めちゃっていい、止めていっちゃう、はい、今これマイナスドライバーで締めてるんですけど、うーん、どっちでもご自身が持ってるもので、時間合わせ、時間合わせは多分皆さんセットリラー使い説明書持ってるんで、うんはい、それ見ながらやればできると思います、はいはい、入れるのは、まあ、そんなに難しくはないんですよね。先に下をここから出して、下を先に入れて、あ、出しとくんですね、うん、少し出して先にこう溝にはまえてからこう引っ込んであげる、はい、そうすると下はもう止まって入ってくるんで、あとは上を入れてあげれば、入んないんで、はい、ドライバーで穴の近くまで持ってこう結構グッと、はい、そんなに力はいらないと思う、はい、ただバンドとかに負荷をかけちゃうと、うん、バンドが傷んでると割れちゃったりするので、はい、そこは気をつけなきゃいけないと思うんですね、うんうんうん、的には押して穴に近づけて、はいはい、わかりました。いじみ商店ゆうまるシェ、次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。